ニンニク大好きな皆さん、こんにちは。今回は神奈川県川崎市の知る人ぞ知る B 級グルメ、ニュータンタンメンを紹介したいと思います。で、このニュータンタンメン、非常に罪な存在でありまして、私に10年前、ニンニクの素晴らしさを植え付けた張本人でありまして、未だに最高のラーメンであり、最高のニンニク料理であるというところは揺らがぬ存在であります。で、特にそれまではニンニクといえば、焼いたり焦がされたり揚げられたりしていて、脂っこいものとセットであるというイメージがありましたが、このニュータンタンメンのおかげで、煮る、要するに熱を通してエキスが出てくるというようなですね、すっきりとした、食べ方を私に教えてくれた存在であります。この特徴は、タンタンという名前がついておりまして、ベースとなったのは中華料理のタンタン麺でありまして、これをベースにしてはありますが、全く別のものになっておりまして、似ているところというと、見た目、そぼろ状になっているひき肉が使われているということ以外は味は全く違います。具材は、国産の大量のニンニク、およそ推定1株以上は入っているだろうというニンニクと、溶き卵、ひき肉というシンプルな存在でして、麺はストレートの太麺、つるっとしたウーロン茶のエキスが入っているという面白いものでして、スープは鶏ガラに塩というシンプルな形になっております。で、私今北海道にいるので、元祖のこの本家のものは3年ぐらい食べられていませんが、実は結構家庭内での再現率が高いので、そういったところから魅力を紹介していきたいと思います。具材はさっき申し上げた通りに、卵およそ2つがちょうどいいです。あとひき肉適量、韓国唐辛子も適量、あと麺は太麺がいいでしょう。あと塩味のベースのスープで、隠し味でごま油と日本酒をどうやら入れてるように、私はカウンター席で何度も目で確認をしましたので、それを用意します。で、まずは準備として、卵を溶いておくということと、あとはニンニクをすりおろしておくと。このニンニクは割と好みが出るところでありまして、私はもう今は全部すりおろしてしまって、ですりおろしきれなかった破片が若干大きな形で具として入り込むという非常に安楽かつ効果的な方法をとっておりまして、具を入れるタイミングはもう卵以外は全ても頭に水の状態でスープに入れ込んでしまうことに最近は落ち着いております。ただこれはやっぱりそのニンニクは若干遅れて入れた方が強い刺激が残ったりもするので、あとはそのどれぐらいすりおろしてどれぐらいみじん切りにするのかといったこだわりは人それぞれ工夫するといいと思います。で、先ほどこれも申し上げた通り、スープは鶏ガラで塩味なんですけども、最初私も鶏ガラで塩で調整していましたが、ちょっと面倒なので、ちょっと今年は市販のスープをいろいろ試してみて、今は北海道産のイオンで手に入る塩味のスープを試しているところであります。すっきりしたところが特徴ではあるので、ついてる油なんかは別に入れなくてもいいのかなと思うんですけども、今のところ入れています。これは入れなくてもいいかもしれないです。ひき肉から随分油見てますので、それで十分だと思います。これも先ほど申し上げた、ごま油。ごま油入れてるのは間違いないですね。謎の大瓶、一升瓶を、店舗によって使ってまして。で、もう一つは透明の液体なんですよね。おそらく日本酒なんじゃないかと私は踏んでいますけれども、確かではないです。これも邪道ですが、ひき肉も最初にもう入れちゃうようにしました。一気に強火で、煮上げちゃうんで、タイミングはよっぽど手際よくやらないと、量も少ないんで、あんまりタイミングは意味ないかなという形です。強火でやっちゃうんで、麺の方が倍ぐらい時間かかりますから、麺茹で始めてからスープの方は取り掛かった方がいいかなと。
ただ私猫舌なんで、もっとスープ早めに作っちゃってちょっと冷ましつつっていう方でもいいのかもしれないです。この量で雪平使ってということであれば、本当にもうすぐ火取っちゃうんで、まあひき肉の状態を見ながらなんですが、だいたいもう煮立ってきちゃうとひき肉はもうバッチリになってるんで、こう一度もう沸いてきちゃったらそこでも溶き卵を入れちゃいます。でもずっと火は強火です。でこの前後でアク取った方がいいんでしょうけど、実際本家では取っておりますけど、私基本的にアク取らない人なんで放置します。で溶き卵を入れてちょっと煮立って、最後の煮立ちが来た時に、まあ、徐々にあまり大きな塊、分厚い塊にならないように卵をぐじゃぐじゃと、まあ、卵スープ作るような要領です。あんまり早くやりすぎるとあのスープが濁っちゃうんで、これはちょっとさじ加減です、ね、であとあんまり煮立てすぎると、まあ、ニンニクがもう本当によくわからない玉ねぎみたいになっちゃうんで、あんまり意味なく加熱は続けず、さっともう焼けちゃいます。だいたいこの大さじ3杯ぐらい今韓国唐辛子入れましたが、これで本家の中辛ぐらいですね。全然辛くないです。これ普通の唐辛子大さじ3杯入れたら大変なことになると思いますけれども、まあ、ネックなのは韓国唐辛子が手に入りづらく、なおかつ倍ぐらいの値段がするということです。はい、これで完成。なかなかこの辺は再現率高いと思います。本家は特殊なレンゲ、大型のプラスチック製のレンゲがついていますが、あれ私だいぶ探しましたが手に入らないようです。一時期瀬戸物の、大きいレンゲを使いましたが手が疲れるので、今も瀬戸物の小さいレンゲに戻ってきました。割れちゃったんですね。本当はでもでっかいレンゲで、具を絡めつつ夫婦言いながら食べるのが一番本家に近い食べ方だと思います。それでまあニンニクとあと唐辛子の酸味があるので、ちょっと食べた感じ塩味が濃くなる印象があるので、スープ系は若干減塩で調整した方がいいかもしれないです。はい、一角の人なら気になる消臭方法。まず料理をする上での消臭はこのステンレスソープが有効です。おおむね手でするとしても右手ぐらいしか臭くならないので、これは全く問題ないですね。あとこれも有名ですけどパセリ、これ私常食しておりますけれども、3日に1回一株ぐらい食ってるんですけども、それをまあ食べるとまあいいでしょうと。リンゴなんかもいいですね。あとはこう山菜、フキなんかが結構いいかなと。特にあの生っぽい料理ですね、漬物みたいなものがいいと思います。あとは同じパセリつながりでブレスケア、これもまあ王道ですね。これただどちらかというと、まあ、体内おならとかをですね、浄化するというか、そういうような存在ですね。はい、応用編といたしましては、これ店舗での応用ですが、トッピングがいろいろあります。私はたまにニラをやってました。結構お値段ありますけれども、いろいろこうありまして、バターだったり、まあ、ニンニクダブルだったり具ダブルだったり、まあ、いろいろありますので、これはお望みでいろいろ工夫してみるといいと思います。であと店舗によって、もう細かいこと言っちゃうと、作る人によって結構味違います。あとはオーダーのタイミングでいろいろな、こう例えばニンニク増しの人と一緒に作ってもらったりとか、
そういったことの絡みでタイミングによって同じ人でも味が変わったりというのがありますが、まあ、大体で店舗で味が決まるところがあるのでお好みの店舗を見つけるのがいいかなと。私個人的には一番おすすめは東京唯一都内にあります蒲田店、ここの味が安定していて好きであります。で家庭内編といたしましては、まあ、多めに作っておいて残った汁に具材を足して、まあ、鍋っぽくしたり炊き込みご飯にしたりっていうのもまた最高です。もうニンニクが入ってればもう間違いないでしょっていう、カレーなんかもそうですけども、パスタなんかもそうですけれども大失敗にはならないというのがあるので、なんだかよく分かんなくてもニンニクの味がしてればまあ食べられちゃうというものになるので、これはいいですね。であとはもう完全に、まあ、ニュータンタンベースの鍋みたいなものを作ったりしてもいいと思います。まあ、要するに煮るニンニクは最高だっていうことです。はい、というわけで少しでもニュータンタンの魅力が伝われば幸いでありますが、まあ、なかなかタイミング的に特に社交的だったりお忙しい方だったり連休がなかったりする方においては食べるのが大変な料理だと思いますけれども、機会があったらぜひ、まあ、自作でもいいのでお試しいただければいいのかなとニンニク野郎は思っております。